じゃあ、お願いします。お願いします。おー、久しぶり。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。どうもどうもどうも。お願いします。どうもありがとうございます。今日はありがとうございます。どうもありがとうございます。よろしくお願いします。真ん中でいいの？真ん中ですよ、もちろん。主役ですよ。そんな先週の時積極的にみんなと、いやでも、ね、コミュニケーション取るタイプじゃなかったよ。めちゃめちゃいい工事でしたよ。あ、そう。本当に僕の中ではもうトップクラスです。球団の社長室で契約公開でソファに座ってやるんだけど、社長室のここが木こんまにこれぐらい穴開いてるの。おっかん開いてるの。何やってるんすか、吉井さん。びっくりするの。これどうしたんすか。あ、吉井が蹴っていったよ。マジっすかって言って、穴開くとは思ってないでしょ。思ってない。足がこの辺まで入ったら、やってもうたー思って。昔メジャーでたまにさ、打たれたらベンチで暴れるやつとかいたじゃないですか、はい、あれ日本でほんまこいつぐらいやけど、ほんまに暴れてたからね。自分が後ろでゴミ箱バーン蹴ったら、その音にびっくりして野村監督が飛び上がったらしい。そしたら、あの甲子園のベンチで屋根が低いんで、頭ゴーンってぶつけて、後で俺を殺すかって言われて、それ言われた時に何のことか分かんなかったんですけども、日本はそういう文化ないけども、やっぱ悔しい時は一回出した方が切り替え早くなるんで。あれだってその後お前用になんかサンドバッグできたよな。できたね。日本であったんすか。そう、こんなベンチのに毎回毎回誰が持ち込んだかしら、今日吉野あげるって言ったら、おい多分打たれて暴れるからって、もう打たれる前提で喋ってないけど、あったね。そういう意味で言うと変わったよね、現役の頃から比べたら。変わりましたね。変わったよ、はい、現役の時はもっとね、寄せ付けないムードを自分から出してたよ。いやでもやっぱコーチになってふわっと匂う時ありました。そんな感じで。あった。あ、いや、ありましたよ。もうそれは叫んでくれましたから。あ、そうですね。まあやっぱりせっかく吉井来てくれたんで、コーチの話はねちょっと聞きたいなと思うんだけど、いろんな球団でまあ結構コーチやったじゃないですか、はい、なんかどうですか、自分はコーチに合ってるんですか。まあ、正直なこと言うと僕ね、現役一緒にやってますよ、一緒にやってるけど、そんなコーチっていうタイプじゃなかったような気がすんねんけど、はい、その通りです。あのね、これ本当現役、まあ、いつまでもやってたいって気持ちがあったんで、まあ、42歳で引退だったんですけども、42歳で、まあ、マリーンズロッテ首言われた時も、うん、まだプレイヤーやりたいなと思ってチーム探してたけども、うん、もうやっぱないですよね、まあ、まあ最終的にはね、はい、どっかでやめなきゃいけないから、はい、でその時に次の仕事って考えたら、まあ、何も思い浮かばなかったんで、うん、まあいいかと思ったらコーチの話が来て、うん、でとりあえずやってみたんですよね、うん、そしたらちょっとハマっちゃったっていう感じ。本当自分の中でコーチと解説者はこれだけはやり、まあ、向いてないなと思ってたんですけども。やってみるともうすごく奥深くって、しかも面白かったんで、うん、ちょっとハマってしまいましたね。どうですか、もう最初心がけたっていうか、まあ、例えば具体的に言う必要ないですよ、名前出したらややこしいんで。そうですね。まあ、こういうのがいいんじゃないかとかっていうのはあったと思うんですよね。そうですね、まあ、これ本当コーチになった時に、まあ、いつも言うんですけども、うん、まあ、自分何ができるかなと思って、うん、まあ、今までのコーチにされて嬉しかったこと、逆に邪魔だったことって書き出してみたら、良、うん、かったことってあんまりなくって、やっぱり邪魔だったことの方が多かったんですよね、うん、でそれで、まあ、もう選手の嫌がることはしないでおこうっていうのを基本に始めると、まあ、うまく、うん、とりあえずうまくいったって感じですかね。ちょっと具体的にその邪魔だったことを、まあ、アドバイスですよね。アドバイス、うん、選手は選手で自分のプレーについてやっぱり考えてるじゃないですか、うん、でまあ、コーチになってみて思ったんですけども、いいプレイヤーほどやっぱりその自分を客観的に見れる力があって、うんうん、その自分でどうすればいいかっていうの分かってるんで、そこ上からまたアドバイスしちゃうと、もう分かってるよとかそうなんみたいな、こう迷いとか出るんですよね、うんうん、そうなるとやっぱ選手がせっかく伸びる方向に行ってるのがそれを邪魔してそこで止まっちゃったりとかするんで、やっぱり変なアドバイスは本当気をつけないと、うん、よかれと思ってるかもしれないけど、はい、まあ、邪魔になること。そうなんですね。亮太どうですか、なんか、まあ、いい、まあいいコーチっていうかね。僕はでもソフトバンクの時一緒に、あ、はいはい、選手とコーチとしての立場でプレーをさせてもらったので、ただ吉井さんそのやっぱ選手の
性格を見ながら言葉をかけていたんですね、うん、だから僕とかにもかけるときでも僕が聞いたら答えてくれるけど吉井さんがあれしなさいこれしなさいっていうことはまるでなくて、うん、で方向性を吉井さんどうしたらいいですか、こっちの方がいいんちゃうか、こっちの方がこれは良くないなみたいなことを会話で進めていく感じなので、うん、あとは選手がどうやっていくかっていうのを自分で考えて進めていくので、その辺はすごくやりやすい環境を整えてもらったなっていうふうに思ってます。基本なんか選手を守る意識強かったですよね。そうですね、うん、そっちの意識が強くて守るっていうのは具体的にはどういうことですか。まあ、そのマウンドでその実力出すのはやっぱ選手が機嫌よくなくっちゃやっぱり実力が出ないので、でもコーチ監督コーチっていうのはチーム全体のことを考えてて、まあ勝利を優先して采配振るうので、そのフォローが多かったですかね。こうなってるけどもこれはこういうことだよみたいな、だからへそ曲げないで投げてねみたいな、そういう、そうだから比較的選手の意見も聞いてくれましたし、その中でまあ無理なことは無理です、いいことはいいですっていうのをバランスよくやってもらったので、選手が納得してできる環境でしたね。とても気難しいって一応、はい、とか細かいいるよね、確かにいるんだけど、はい、どういう感じでなんかこっちもあんまり寄ったらいけないのかなって逆に思ってすんだけど、いや本当その時それはある程度は寄らないといけないってことでしょ、コーチだし、それタイミングがあるんですよ。そう、はい、やっていくとなんとなく分かってくるんですけども、まあでも大体は失敗した時が声のかけ時ですよね、その選手が失敗した時の声のかけ時かなっていうふうに、まあ成功している時もその機嫌いい時で話しかけやすい選手もいますけども、大体の選手はちょっとこう自分でうまくいかないなって思って、何か悩んでる時が声のかけ時かなというふうに思ってます。それはどんなアドバイスっていうのはどういう感じですか、その技術的なことが。技術的なことはほとんど言わないです。もうやっぱ感覚が違うんで選手それぞれ、うん、その感覚的なことでアドバイスしちゃうと、まあ、本当に潰してしまうことがあるんで、そこはもう選手から話聞き出して、うん、あこの子はこういう感覚でやってるんだなっていうのを分かってからでないと、やっぱこう技術のところは話しづらいです、ね、やっぱりこうピッチャーによってね、こう、はい、目指してる像がちょっと違ってたりするやつもいるもん ね、はい、そうですね、そのいい変化球投げたいとか、はい、とにかく速い球投げたいとか全力でいきたいとか、なんか、まあ、そこをこううまく掴んでってこと、はい、それをでも掴むまでにも話しなきゃいけないもんね。いやもう選手に喋らすのがほとんどなんですけども、うんうん、結構喋らせてるうちにその選手気づくんですよね、こっちがあ思ってるなっていうことが気づいて、こう試そうとしてくれるんで、まあ、その時間結構めんどくさいのはめんどくさいですけどもそこが大事かなっていうふうに。めんどくさいと思ってたんだ。いやいや思ってないよ。いやでも本当に、でもじゃあ技術のことをじゃあ何もかって言ったらそういうわけでもないですよ。こう技術面でもどういう方向性がいいですかって聞いたら、こっちの方が合ってるとかこれは違ってるっていうのをはっきり言ってくれるので、その辺はじゃあメンタル面だけかって言ったらそういうわけではなかったですよね。だから特に今の選手って難しいじゃないですか、はい、僕も監督やりましたけど、やっぱり監督とかコーチの考えとか、まあ、例えばこう思ってるとか、まあ、言うか言わないか別としてね、でも本人は本人で、例えば YouTube であったりいろんな SNS でいろんな選手がこんなこと言ってる情報も入りやすい時代になってるから、まあ、ちょっと極端なこと言うと、いやうちのピッチングコーチこんなこと言ってるけどダルビッシュ違うこと言ってるなと思ったらまた迷うっていうか ね、 うね、いろいろこうどっちのいいこと聞こうかなって、やっぱり選手は上手くなりたいと思ってるからこそこう情報入れるんで、そこの整理が僕なんか難しいなと思ったんですよ ね、 それどうですか、あるでしょそういうのって。ありますね、ねでも大体、現役の優れた選手の真似したがるんで、うん、そうよね、そうそうよね、コーチの言うことあんま聞かないっていうかあいつら半信半疑で聞いてるんでもうそこしっかり勉強して、うん、あの話していかないと、そうよね、はい、もう信頼が得られないんで、うん、最近の子は結構ね、自分のことを考えられる子は増えてきてるんですけども、それよりもちょっと上の年代の子は結構指示待ちの子が多くて、やっぱりまあ、その子たちをこうどう、まあ、自主性と主体性って違うじゃないですか、うん、自主性っていうのは言われたことを自らできる人で、主体性って言ったら自分の考えのもとに責任を持ってこう行動できるっていう、うん、こっちにやっぱ導いていきたいじゃないですか、うん、野球選手って、まあ、もう大人だしね。そうなんですよね、うん、それがやっぱり年代によって違うんで、うん、アプローチの仕方いろいろ変えてやっていくんですけども、まあ、難しいなというふうに思ってますね、うん、なんか僕らの世代だと指示待つやつはすごいダメだってよく言われた、若い時ねよく言われた時代なんだけど、僕ね監督やってね新しい発見は実はそこが実はちょっと違ってて、うん、指示待ってるやつには指示した やった方が良かったかなっていうのが今の反省、うんうん、高校野球じゃないんだからさ、いちいち聞くなと、自分がこう思ったらそれで自分の
力で頑張って目指して、もちろんアドバイスはするけどぐらいの感じで、大人だからねと思って結構接してたんですよ、うん、そうするとね、なんかほんまにね、ちょっと経ってからその後に太田選手にね、当時若田選手にね、いやあの時ね監督はね、右なら右、左なら左って言ってほしかったんですよねって言うわけよ、うん、でね、いやあの時にどっちを目指すかちゃんと言ってくれたら僕もうちょっといい選手になれたと思うんですけどねとか言って、ぶっ飛ばしたのかなと思ったけどこんな泣き言言いやつがいてね、でもこれ今古田さんが言ったように自分もそれ感じたことがあって、うん、プロ野球なんで時間がないじゃないですか、うん、だからもうちゃんと言ってあげた方がいい選手もいるのかなっていうのは、うん、まあ、最近ちょっと思ってるかな、うん、時間がないっていうのがちょっとポイントですね、そうですね、その考える時間って僕大事だと思うんですよ、そこがそのいい方向に行くか、そこの失敗もいい時間だと思うので、その時間をカットするんだったらその言葉を待っていい方向に行った方がいいのかなっていうところではあるかもしれないですよね、うん、だから僕はキャッチャーやっててよくねリクエストはすんのよ、うん、もうちょっとこうカット気味の球あったらいいんじゃないと、もうちょっと速いフォークがあった方が抑えれると思うよっていうリクエストはするようにして、後の努力はそっちでやってねっていうような感覚でやってたんだけどね、どうですかその辺は。いやそれはね、うん、最近はやりやすくなってて、うん、そういうことっていうのもトラックマンが入ってきて、うんうん、結構データでその人の質、投球の質が分かるん で、うんうん、でこれにはこの変化球がいいっていうのもデータで出てるんで、うんうんうん、そこはズバッとこうアドバイスしやすくなったんだよね。なんか例えばああいう数字ってさ、例えば何回転とか、まあ、ストレートなら3000回転だとかなんかよく言うじゃないですか。でそれをこうなんかそこばっかり目標にするやつで出てこないの俺。逆にいやもうそれはいいよ、お前のそこいいからもうちょっと違うことやろうよとかっていうふうになんかこう言いたくなる時もあるんだけど、そういうのってならないのかなって。 ある若い選手は、うん、特に回転数が多い方がいいっていう今風潮になってるんで、これは間違いだよっていうのをこう教えてあげなきゃいけないんですけど、 そうだよな、うん、そういう若い選手は特にそこそこってあればよくて、あとはどんだけコントロールよく投げるとか他の変化球でね、本当はいいんだけど、どうしても数字があると ね目標がそっちばっかりになって、まあ、昔で言うとスピード感がバーン来てみんなが150キロすごいって言われたら155キロ投げたいと思ってね、まあ、こういうこんな感じですよ若い時は。まあまあそうですね、おりゃおりゃってもうキャンプのブルペンでも必死で投げる気になってましたもん投げた後のスピードただでもそれはモチベーションやからな。だから僕らは逆にあんまりそこは両太頑張れぐらいの勢いだったけどね、もうそれが好きでやってるから一生懸命好きでやってそうまあピッチングってやっぱり最終的にはどこに投げるかが大事になってくるんで、そこを忘れないようにそういうデータ使っていった方がいいですよね。うん、その技術も大切だけど、まあ、一番はこうモチベーションアップってあるじゃないですか、そのやる気にさせるっていう、そこのくすぐり加減っていうのはすごいプロでも結構一軍来て、まあ、もう僕らは分かるけど多分見てると分かんないけど、一軍の例えばみんながみんな試合に出たいと思ってガリガリしてるかって言ったら、どっちかって言ったらなんか落ちるやつも多いもん ね、うん、そうですね、ちょっと打たれたらもう後ろでがっくりしててもうなんか通用しないみたいな、こうなんか落ちる選手も多いから、そこをこういやいや大丈夫だよって言わなきゃいけないとか、ちょっとこうケツも叩かなあかんやつもいるし、引き上げてやらなきゃいけないやつもいるし、うん、なんかそういうこう難しさあるよね。これねコーチになって一つこんなやつもおるんだって経験があるんですけども、うん、2軍落ち通達して、うん、ホッとした顔して帰っていくやついるんですよ。わかる。いやこんなやついるんやと思って、自分らの時だったら人持ち言われたらお前覚えとけよみたいな感じになるやるじゃないですか。コーチに言わないけど言わへんけども、でもホッとした顔で帰っていくやつがいたんで、あこんな子もおるんだみたいな、やっぱプレッシャーに耐えられてないんでしょうね。その2軍に落とす時っていうのはその落ちる理由っていうのが明確じゃないですか。まあもう成績も含めてで何が足りないとかっていうのはその辺のことははっきり伝えるんですか。こういうことを2軍でやってきなさいみたいなスタンスですか。それはもう伝えます。選手とも話して伝えるんで頭ごなしは言わないですけど、うん、こっちはこういうプレーを君に求めているんで、どこが足りないかしっかり考えて2軍で調整してやってくださいみたいな、うん、そういう感じですね。あのコーチの仕事も嫌だよね。あれ一番嫌や、ね、嫌だよね。そこ難しいんだ。コーチやっぱり信頼関係なんで、アドバイスする時も選手がこの人評価する人って思われすぎると、やっぱ言うことその本当のこと言わないやん。いや言わないですよ、ね、そこを見せないように。なんか選手との距離感ってでも昔と今違いますよね。もう選手も
比較的楽に話しかける環境を整えてくれるコーチが多いんですよ。でも吉井さんに関して言うと、多分アメリカでのその監督とかコーチとか選手の関係性ってやっぱ日本と違うじゃないですか、うんうん、その辺の影響とかってやっぱ強くないですか。強いですね。そうですよね。日本と どう全然違うんですか。全然違う。もうアメリカはコーチは本当にスタッフみたいな感じなんで、あのトレーナーとか、まあ、ちょっとコンディショニングコーチとか、あの辺の位置付けみたいな感じなんで、技術コーチも。だから選手が、まあ、主役ですよね。なので話しかけやすいですし、僕も行った時にやっぱその日本って何々コーチ何々監督みたいに言うじゃないですか、うん、でアメリカ行った時っていうのはもう名前で普通に呼び捨てじゃないですか、うん、それで最初やっぱ言っちゃうんですよ、なんだかコーチみたいな、なんだかコーチって言うなって言われたんですよ、うん、と思って、お前なんだかプレイヤーかって言われて、五十嵐プレイヤーかって言われて、それおかしいなと思って、そこから普通に名前で呼ぶようになったんですけども、それくらいなんかもう何かあったらいつでも聞いてくれっていうスタンスだし、監督室も常にオープンにしてるから、何かあったら入ってこいみたいな感じで、呼ばれて話してもそこに座ってるも楽に話してやるみたいな感じのスタンスなので、その上下関係、まあ、なくはないんですよ。そのリスペクトするしないっていう関係性はもちろんあるんですけれども、まあ、日本でやってた感覚とは違ったので、それは驚きましたね、僕もね。まあ日本でやってるとね、もう普通にいてもコーチと選手言ったらもうその力がもう上なんで、だいぶ落とさないとそういうふうには選手は接しないですよね。で、まあ、もともとその大体その球団の OB とか OB っていうと、大体もう元から先輩後輩っていうのもあるからね、そのね、うん、でその辺をうまい具合にやってくれたコーチだが、あんまりそういう監督コーチで、だから高津監督は比較的やっぱそっちですよね、うん、アメリカ経験した選手がコーチ監督になると、うん、選手に対しての接し方が変わるんですよね、うん、でそれがじゃあ日本に合うか合わないかってどうなんですか。合うと思うけどね、思います。今時の子はそっちの方がいいんじゃないかなと思って、うん、まあ、萎縮させちゃうと実力出ない子の方が多いと思うんで、ね、そうか。昔の中日とかすごかったじゃないですか、上下関係とか。いや全然分からへん、何言ってるか全然分からへんけど。あれいや僕でもすごかったかなと思ってるんですけど、立浪監督になってね、どういうまた当時とは違う感じでやってるのかなとか一応興味ありますよね。まあそうね、うん。